はい、半前岩先生です、私の家ではね、男はね、必ず東大以上を勉強しておりまして、おじも東大ですね。で、本家のじいさんも東大、2回目の母のじいさんも東京大学卒業してますね。それでじいさん2人とも閣僚をやってますね。防衛庁の技術研究所の所長と、ね、本家の方も閣僚をやってますね。で、おじは小松製作所の取締役を東大卒をやってましたね。で、私はね、東大よりかもっと勉強したんで、高校までに和光大学文学部の勉強を終えてから、普通の年齢で神奈川工科大電機を卒業しました。で、指定のね、勉強はしないでいたも、上の勉強をしてたもんですから、それで、大学の時も優秀な研究室の大学の先生を担当 しましてね、卒業してるんですけれども、国立を追い出されましてね、小学校の時にね。で、上の勉強をするんで学校の勉強を覚えないと、自分でもっと上の勉強をしてたということでね、追い出されて、で、私立の方にお金を払っていって、有名な脳外科石井さんとかね、弁護士で有名な大野さんとかね、作家の戸川さんとかですね、北村さん、フルーツの有名な芸能人ですねとか、いろいろね、有名な人で勉強する、留学して、外国に留学して、ね、日本に帰ってきて、集まった小学校でもう中学校の勉強は終えてしまおうというような場所でね、勉強したんですね、小学校の時はね。で、私がね、二十歳代の時に、松下電器の試験を受けて入社したんですよ。で、そうしましたらね、一番トップで、一番成績が良かったんですけれども、力関係でね、私よりが優秀な人が誰もいなく、仲間が誰もいないわけですね。という関係で、中級の、東大とか卒業してるね、人たちですね、大会社ですから、その団体との関係でね、脅迫でね、追い出されたんですね。一番トップだからね、一番の地位に、社長は当然なれるわけですけども、すぐね、そういうのが、その町田の社長にはもう簡単になれるわけなんですけども、もう試験に受かりまして成績一番だったんですからね。で、しかし、一般的に優秀だという団体ですね、東大卒とかたくさんいますから、大会社ですか、に追い出されたんですよ。脅迫で強制的に、つまり上に管理者としては嫌だよというね、ちょっともう学問が、私かなり一番トップでここまで私まで来てる人いなかったもんでね、嫌だということで、自分たちの団体がね、トップの座でね、運営したいということでね、強制的にね、犯罪なんですけれども、脅迫で殺すぞということで、松下電器辞表を書かされたんです。脅迫で、辞めないと、辞表しないと殺すぞということで追い出されたんですね。1年半でね。で、これはね、法律的には違反なんだけども、松下電器の幹部社員ですね、松下電器産業株式会社ですね、違反なんだけども、一緒にいたら、やっぱり仕事が、仲間がいないということで、結局負担がかかって、ね、仕事有利にできない、動けないということになるわけですね。だから結果的に
一番トップで、マツダ電機産業で一番トップで入社して試験を受けて入ってもね、定年まで勤めても意味ないわけですね。だから、そういう意味で、防衛体制が作られてなかったのは、私自身の考えでね、で、追い出された、強制的だけども、巨悪で、その末的な幹部たちが、私が上行っちゃったんで、嫌なんで、追い出されたというのはね、巨悪でね、これはやむを得ないんじゃないかということですね。犯罪だけども、ね、完璧にね、100%。ということなんですね。で、いたらいたら損するでしょ？動きづらくて仲間いないから。だったらもう世の中で仕事した方がいいということになっちゃうわけですね。自分でね。ということなんですね。だから、これに対してはね、違反行為だけどもやむを得ないことじゃないかということでね。怪我してないから、まあね、私の方はね。マツダ電機産業トップで、一番トップの地位に、試験に受かって追い出されたと、ね、脅迫でね、ということなんですね。ただその時にやっぱり、小野助会長は責任取ったというか、その年に亡くなっちゃいましたけどね、やっぱり、不正は不正だからね、やっぱり責任を食らったようですね。その時に松下小野会長は亡くなったんですよ。これは私のせいなんですよね。私が追い出されたと。その時に中曽根総理大臣がね、優秀な技術者を、ね、クビにしたというふうに、国会でね、ワイドショーで中曽根総理大臣が言ったんだけど、これは私のことなんですね。まあ、そういうことでね、ちょっと結果的には別にその悪いっていうことっていうかね、当然だと思う。